あれ？おお、エリーお嬢さん。おじい様、アーネストさん。え？エリーさんのおじいさん。なかなか会えないが、元気でやっているようだね。仕事の方は頑張っているのかな？はい。まだまだ新人なので、至らないところもありますが、マクダール家の名に恥じぬよう、精一杯頑張らせてもらっています。前にも言ったが、家のことは気にすることはない。そちらの諸君は同僚の方々かな？あ、はい。はじめまして。クロスベル警察、特務支援課、ロイド・バニングスと言います。ティオ・プラトンです。どうも、ランディ・オルランドス。私の名前は、ヘンリー・マクダエルという。どうやら、孫娘がいろいろと世話になっているようだね。いえ、そんな。世話になっているのは、むしろこちらの方で。まあ、確かにお嬢には、報告書とかの書類作りでもだいぶ助けられちまってるよな。少しはランディさんも手伝うべきかと思いますが。充実した職場で何よりだ。しかしお嬢さん、たまにはご実家の方にもお顔を出された方が。すみません、そのせっかく自立したのに頼るのもどうかと思いまして。ですが。いいんだ、アーネスト君。それだけエリーの決意も固いということだろう。お前が選んだ道、納得のいくまでやってみなさい。公私混同はできないが、できるだけ協力させてもらうよ。はい、ありがとうございます。それでは行こうか、アーネスト君。次は商工会との会合だったな。はい、5時からになります。すんげえ車だな、おい。やっぱりお嬢の実家ってものすごい金持ちなのか？その…ああ。お、ロイドさん？ヘンリー・マクダエル！このクロスベル市の市長さんの名前じゃないか。何？本当ですか？確かにデータベースでもそう記録されていたような。ふう、今まで気づかれなかったのが不思議なくらいだと思うけど。いや、最初に名字を聞いた時に引っかかってはいたんだけど、なんだかいろいろあったからすっかり流してたっていうか。いや、でも確かに面目ないな。まあ別に気にすることないわ。祖父が何者であろうと私には関係のないことだから。それより早くイリアさんたちに報告しましょう。面目ないけれど、きちんと引き継ぎのことを伝えないと。ああ、そうだな。ところで、そのお嬢のじい様がなんでアルカンシェルに来てたんだ？あ、そうね。今回の新作は市の創立記念祭と合わせて公開されるそうだから、その関係の打ち合わせにいらっしゃったのかもしれないわね。
ふぅ最高っすよ。すごかった。ちんとしました。このまま詰めていけばなかなかのシーンにはなりそうよね。リーシャ、月の姫のターンだけど、ほんの少しためを作りましょう。太陽の姫もそれを受けて今日疲れる演技を入れるから。はい。すごいですね。一つの舞台を作り上げる、それだけのためにここまで。ま、せっかくよくできるんならとことんやるのが筋ってもんでしょ。それよりもどうしたの？なんか進展でもあった？あ、はい。少々残念な報告もしなくてはいけませんが。いいわ。劇団長も呼んでくるからここで話を聞かせてちょうだい。いいの？まさかそんな危険なやつが。そんな本当にそんな人がこの町に？へえ、面白いじゃない。東方神話に伝説と謳われた影のごとき不死の暗殺者か。いいわね、舞台向きのキャラだわ。そうだ、第三幕の白装束のイメージに使えるんじゃないかしら。イリア君、そんなのんきなことを言ってる場合じゃないですよ。ヘイユエという勢力がインという犯罪者を雇っているのは確かなようです。そのインがどうしてイリアさんに脅迫状を送ったのか、そこまでは分かりませんでしたが。どうも、ただのいたずらであるという可能性は低くなってきたみたいです。その公演を中止するというのはありえないわね。たとえ劇場の爆破予告があったとしても、私たちは舞台から降りたりしない。そうでしょ、劇団長。まあそうだね。イリア君ほどではないにせよ、私たちは多かれ少なかれ舞台という魔物に見入られた人種だ。おそらくただの一人としてうちのアーティストたちが出場を辞退することはないだろう。その私も新米ですけど同感です。やれやれ、素晴らしきは舞台の亡者たちか。となると他の部署に警備などを引き継ぐ形になっても構わないと。まあ正直言ってほしいけど、背に腹は変えられないわね。捜査一課だっけ？どういう人なの？その担当者って。見るからに有能そうというかエリートといった感じで。実際相当優秀だとは思います。捜査一課というのは警察でも名実ともにエリート集団ですから、あくまで目立たない形で完璧に警備するのではないかと。うげえ、勘弁してほしいわね。でもまあお客さんもいることだし、安全には配慮するしかないか。まあ我慢してくれたまえ、どうせ君のことだ。舞台に集中し始めたら他のことは一切どうでもよくなるんだろう。失礼ね、客には気を配ってるわよ。舞台は観客とも響き合うことで初めて真の意味で完成する。劇団長がいつも言ってることじゃない。君の場合はとてもそう思えないんだがね。響き合うというより無理やり自分のリズムに引きずり込むというか。なんていうか、つくづく本当に舞台バカなんですね。あのそれじゃあロイドさんたちはこれで捜査の方は。ああ申し訳ないけど、まああとは一家が引き継ぐし心配することはないと思うよ。そうですか。まあ弟くんに担当してもらえないのはちょっと残念だけど。いろいろと調べてくれて感謝するわ。お礼にチケットを全員分送るから、暇な時にでも見に来てちょうだい。そうだね。記念祭中の分は無理だが、来月分のチケットでよければプレゼントさせてもらうよ。まあマジっすか。いやあ、再来月分になるって諦めかけてたんだけどな。とっぱらです。エリー。
んだか迷惑ばかりおかけしてしまったみたいで。いや、気にしないでよ。もともと警察の仕事なんてのは地道な無駄骨の繰り返しだしね。防犯とかそんな感じですよね。そうそう、リーシャちゃん、俺たちのことは気にしないで、プレ公演頑張ってくれよな。はい、ありがとうございます。プレ公演？なんだ、知らないのか。アルカンシェルは毎回新作の本公演の前に一度だけお披露目の舞台をやるんだよな。はい、私も今回が初めてですけど、国内外の関係者やマスコミの方々が招待されるんだそうです。公演を後押ししてくださっている偉い方々も見に来るらしくて。そうなのか。ひょっとしてマクダイル市長も招待を？あ、はい、主賓としてお迎えするそうです。記念祭と合わせて今回の公演を後押ししてくださっているらしくて、今日もお忙しいところにわざわざ陣中見舞いに来てくださいました。そうですか。リーシャさん、プレ公演頑張ってください。リーシャさんなら初めてでもきっと大丈夫だと思いますから。そうだな、練習を見る限り何の心配もいらなさそうだったし。おお、絶対にいい舞台になるって。すごく楽しみです。ありがとうございます。そのとっても心強いです。それでは私、稽古に戻りますね。皆さんありがとうございました。失礼します。はあ、今日はもう帰るか。だな。なんだか気が抜けてしまいました。そうね。
あの人は。ああ、よかった。本当にこの場所でいいのか迷っていたんだよ。アーネストさん、ひょっとして私を訪ねて来られたんですか？ああ、事務所の用事のついでに訪ねさせてもらったよ。エリー、どうしたんだい？元気がないようだが。先ほどアルカンシェルを訪ねていたようだが、何か警察の仕事に問題でも？ いえ、大したことじゃないんです。その劇団の関係者から相談を受けていたんですけど、その報告に伺っただけなんです。本当はここに来ようかどうか迷ったんだが、やはり来て正解だったようだな。単刀直入に言おう、エリー、警察を辞めて戻ってこないか？おいおい、なんだこの唐突な展開は。恋愛絡みではなさそうですけど。君にも考えがあって警察に入ったのは知ってる。だがそんな疲れた顔して、子供のように迷った目をして、本当にそれは君が歩むべき道なのかい？それは今の政治状況に絶望を覚えているのもわかる。おそらく警察入りを志望したのもそのことが関係しているんだろう。だがエリー、少しは市長の苦労と気持ちを分かって差し上げてほしいんだ。来月に記念祭を控え、市長は今多忙を極めている。記念祭の後は予算をめぐって帝国派と共和国派双方とやり合わなくてはならない。そして半年後には市長選。市長は引退されるおつもりだが、工事を託せそうな候補者もおらず迷っておられるようだ。君がそばにいてくれたらどれほど市長も心強いことか。すまない、差し出がましいこと言って。だがどうしても見過ごすわけにはいかなかった。市長を尊敬する者として、昔から君を見てきた者として。アーネストさん、もちろん君の道は君が決めるものではあるが、本当にそれが正しいのか今一度考えてみてほしい。少し考えさせてください。みんなごめんなさい、少し疲れたからちょっと自室で休ませて。ああ、君たち、いきなりすまなかったね。いえ、いろいろと事情が終わりのようですし。まあ、あんまりお嬢のことをいじめないでやってくれよな。ですね。私たちからエリーさんを奪おうとしているみたいですし。別にそんなつもりはなかったんだが、ただ君たちは彼女がもともと政治家志望なのは知っているかい？おいおい、そうなのかよ。確かに政治や経済のことにとても詳しいみたいでしたが。ああ、市長の後継者としていずれ政治の道を志すべくいろいろと勉強してきたんだ。そのために各国に留学して深い教養と国際的な政治感覚を養っていたはずだったが、去年帰国したと思ったらいきなり警察入りを志望してね。そうだったんですか。知りませんでした。まあ、なんでこんなセレブなお嬢様が警察に、とは思ったけどな。できれば彼女が結論を出すまで君たちもそっと見守ってほしい。このまま続けたとしても、あんな風に迷いを抱えたままではとてもやっていけないだろうからね。もうこんな時間か。お騒がせをしてしまった。私はこれで失礼させてもらうよ。はい。つくことが多いですね。ああ、濃いイベントがてんこ盛りだったもんな。なんつうか精神的に疲れたぜ。そうだな。課長に報告をしたら俺たちも早めに上がろう。なるほど。ま、事情は大体わかったぜ。それで
このまま泣き寝入りすんのか。泣き寝入りって、一家が出張ってきたのに俺たちの立場で食い下がれるものなんですか。まあ無理だろうな。大方あの狐あたりがしゃしゃり出てきて厳重注意だろう。ですよね。なら一家の手伝いを申し出るのはどうでしょうか。いや、あのメガネスーツ野郎の態度を見る限り難しいんじゃねえか。ああ多分な。警察の縄張り意識ってのは結構厄介なもんだ。特に一家はエリートだから、お前らみたいなガキの手伝いなんざ断固拒否してくるだろうぜ。ただし黙ってやる分には話が別だね。この特務支援課はある意味規格外の部署だ。本部からはぶられてはいるが、それは逆にある程度の裁量が任されているとも解釈できる。それこそ黙ってやる分には他の部署の縄張りを踏み越えられるくらいにはな。あ、おいおい、そんなこと言っていいのかよ。とんだ不良上司ですね。言っただろう、俺は基本的には手を貸さねえが、尻拭いだけはしてやるってな。腹をくくって動くのはお前らだ。まあそうは言ってもその調子じゃ無理だろうな。何せ仲間うちに迷ってるやつがいるくらいだ。チーム一丸となって腹をくくれる状態じゃねえだろう。それはまあ、お嬢があの調子だとどうにも調子が出ねえよな。なんかこうピリッと引き締まらねえっていうか。確かに今日一日そんな感じはしていました。エリーさん大丈夫なんでしょうか。エリーか、この2ヶ月結構親密になれたと思ってたけど、肝心なことは何も分かってなかったんだよな。マクダエル市長の孫娘で政治家志望か。確かエリーは警察学校には行ってなかったんだよな。どういう経緯で警察に。ありていに言うと社会勉強ね。ちなみに入る時の試験は筆記と射撃だったんだけど、どちらも満点だったから断りきれなかったみたいね。なんか聞けば聞くほど俺の場合とは違うような。あら、あなただって新人で捜査官資格を取ったのは珍しいんじゃないかしら。やっぱり事情があるんでしょ。それはここから先は正式な同僚になってからの方が良さそうね。よし、少しエリーと話してみよう。何を悩んでいるのか、力になれるかもしれないし、それにあの時の続きをそろそろ話してもいいよな。
っといいかな。返事がない。寝てるのか。いや、それにしては気配がないな。すまない、開けるぞ。いない。どこに行ったんだ。ちょっと探してみるか。どうしてわかったんだ。なんとなくかな。なんとなくだけど、あなたが来るんじゃないかってぼんやりと思っていた。そっか。綺麗だな。あっちに見えるのは IBC ビルか。多分大陸全土を見回してもこの町ほど夜景が綺麗なところはないんじゃないかしら。だけど街の明かりが増えれば増えるだけ星の光は見えなくなる。エイドスの慈愛の証たる清らかな星の光は。エリー、昼間のこと覚えているでしょ。ルバーチェ、ヘイユエ、そしてダドリー捜査官が言ったこと。てめえらが何をしようが、このクロスベルの現実は変わらない。して俺たちをどうこうすることなど不可能ってことだ。あくまでビジネスの競争相手としての話ですよ。クロスベルは自由な競争が法によって保障されている場所。何か問題でもありますか。この正義が守りきれない街で一定以上の秩序を保ち続けること、殺人などの重犯罪を抑止し、犯罪組織や外国の情報機関から可能な限り人と社会を守ること、その苦労がお前たちに分かるのか。あれがこの街の闇、クロスベルという自治州の真実よ。帝国と共和国の狭間で生かされ、誇りも持てず嘘と欺瞞にまみれ、諸外国から集まる富によって仮初めの繁栄と享楽に溺れる。誰もがそれを仕方のないことと諦め、日々の忙しさに追い立てられる。私たちはそんな街で生きている。そうか、エリーは諦めたくないんだな。父と母がいたのね。こういう言い方すると亡くなっているみたいだけど、二人とも今も元気よ。もっとも離婚してそれぞれ帝国と共和国で暮らしているけど。そうなのか。父はもともと共和国の人だったの。この町に来て母と出会い、マクダエル家に入ることで政治家としての道を志した。そして議員になってすぐにこの町の歪んだ現実に気づいた。正義感の強い人だったから何とかしたいと思ったんでしょうね。何年もかけて粘り強く様々な改革案を打ち出していった。すごいな。うん、結局父の改革案は潰された。帝国派、共和国派、どちらからも排斥される形で。信じていた同志に裏切られ、友人を亡くし、性的にあざけられ、祖父もクロスベル市長という中立的立場から父を助けられず、父はクロスベルそのものに絶望してしまった。そして議員を辞め、妻子と別れてカルバードに帰る道を選択した。母は父を引き止められず、かといって幼い私を連れて父についていくこともできず、そして離婚が成立して父はいなくなってしまった。母は父を恨んだみたいだけど、やっぱり愛していたんでしょうね。
父のいないクロスベルに住むのが辛くなってしまったみたいで、親戚のいる帝国に身を寄せてしまった。そして私は祖父に引き取られることになった。私が政治の道を志そうと思ったのはその時からよ。別に父の仇を取ろうとかそういうつもりじゃなかった。ただ納得いかなかったの。あんなにも幸せだった家族がなんで壊れてしまったんだろうって。祖父の助けもあって私は各地で留学をしながら政治、経済などを学んでいった。でも勉強すればするほどクロスベルの置かれている状況は困難なものであることに気づいたの。結局は帝国と共和国、この二大国の持っている重力にあらゆる正義と利害は絡め取られ、歪みを余儀なくされてしまう。私は壁にぶつかった。壁か。ええ、父もそうだったけど祖父も感じているであろう壁。ねえロイド、クロスベル自治州の政府代表って誰だか知ってる？それはマクダイル市長じゃないのか？ううん、正確にはクロスベル市の市長と自治州議会の議長の二人よ。つまり今だとおじい様と帝国派のハルトマン議長という人がクロスベル政府の共同代表なの。これは自治州法に定められているわ。そうか、不勉強だったな。でもどうしてそんなややこしい体制になってるんだ？決まっているわ。同格の代表が二人いたら政治改革が起こりにくいからよ。そんな、いやでも確かにそうなるのか。ええ、トップが二人いた場合どちらかが改革を起こそうとしてももう片方が必ず足を引っ張る。これはもう政治力学としてそうなるのが歴史の必然なのよね。70年前、帝国共和国双方の承認を受けて創設されたクロスベル自治州。その時自治州法を定めたのは両国の法律家だったそうだけど、今にして思うとまさに呪いね。私は途方に暮れてしまった。政治の世界にそのまま入ればその呪いに必ず蝕まれてしまう。だから父とも祖父とも違う別の切り口が欲しかった。それが警察だったのか。ええ、政治とは別の視点で様々な歪みが観察できる場所。そこでの経験はいずれ政治の世界に入った時の武器になると思った。父が失敗し祖父が成し得なかったクロスベルの改革、それを実現する手がかりになるんじゃないかと思ったの。そうか。でもやっぱりそれはただの逃げだったのかもしれない。今日あった出来事はどれも予想の範囲内だったけど、想像以上に重たく冷たかった。それを突きつけられてまたしても途方に暮れてしまった。結局私は自分一人では何も成し得ないのかもしれない。父と母に見捨てられた幼い少女のままなのかもしれない。それでいいじゃないか。エリーはさ、完璧すぎるんだよ。全て自分が一度も失敗しないでやり遂げる必要がある、そんな風に思ってるんじゃないか。そんなことは。確かに今日はいろいろとへこまされることが多かった。でもそんなのは働いてれば当たり前のことなんだ。そして今日乗り越えられなかった壁は明日には乗り越えられるかもしれない。壁。この場合の壁ってのは脅迫状の事件のことだ。一家が出張って俺たちの手を離れかけているこの事件、できれば一家とは別に独自に動いて追ってみたい。でもこれ以上私たちができることなんて。一家は一家で大したものかもしれないけど、それでも警察の論理でしか動いていないのは確かだと思う。ひょっとしたら別の切り口で事件が終えるんじゃないか、そんな気がしてきたんだ。ロイド。そう、
さっきエリーが言った話に似ているだろ。これでもし俺たちが大金星をあげることができれば、エリーが目指そうとしていることだって決して不可能じゃないんじゃないか。もちろん今回の事件とクロスベル全体の大きな問題は一緒にはできないかもしれない。でも俺たちに必要なのは壁を乗り越えるための力だ。こういった小さな壁を一つずつ乗り越えていければ、いずれ巨大な壁を乗り越えられる力だって手に入れられるんじゃないか。この2ヶ月一緒にいてなんとなく分かった。あなたもまた私と違った悩みを抱えている。それなのにどうしてそんなに前向きでいられるの？俺はそうだな、目指している人がいるから前に進めているのかもしれない。それはそれで問題なのかもしれないけれど。そう、でも私はあなたほど強くないみたい。少し疲れちゃった。本当は昔のことなんて話すつもりはなかったの。でもなんだか耐えきれなくなってしまって、このままじゃ本当にあなたたちの足を引っ張るかもしれない。だったらいっそもう。エリー、俺たちにはエリーが必要だ。射撃の腕、交渉センス、政治経済の知識とバランス感覚、この街を相手にするにはどれも必要不可欠だと思うんだ。でもいや違うな、それも確かにそうだけど、そんなことよりも前にエリーがそばにいてくれたら俺はそれだけで嬉しいんだ。バラバラな俺たちだったけど、この2ヶ月で呼吸も合ってきた。忙しい毎日に翻弄されながらも食事当番なんかも決めたりして、お互いの得意分野に関してはもう何も言わずに信頼できるしな。そんな仲間がいるっていうのはそれだけで嬉しいもんじゃないか。俺たちは若そうだ。世界を甘く見るにも絶望するにもまだ早すぎる。力を尽くしてやれることをやって、何度でも諦めずに挑戦して、それでもダメならその時はみんなで考えればいい。俺はもちろん、ランディもティオンもきっと力になってくれる。ああ見えて課長だっていろいろ根回しをしてくれているし、サイトなんていう変わった助っ人も来てくれたしな。エリー、君は一人じゃないんだ。一人じゃないか。そうね、そんな当たり前のことを私は忘れていたのかもしれない。ありがとうロイド。私自身の問題は簡単に解決するものではないけど、それでも少し気が楽になった気がする。そっか。それにしても青春ドラマみたいなセリフはともかく、少しびっくりしちゃったわ。臭いのは承知してるよ。でもびっくりしたって？だって私が必要だとか、そばにいてくれて嬉しいとか、てっきり告白でもされているのかなって。えっ、いや別にそんな意味じゃ。あら、私なんか告白する価値すらないっていうことかしら。そうじゃなくて、ああもうエリーからかってるだろう。お返しよ。でもあなたちょっと気をつけた方がいいわね。天然っていうか、すごく女たらしなところがあるから。ちょっと待て、ランディならともかく、なんで俺がそんな。自覚がないところがまた立ちが悪いというか。まいったわね。まさかあんな言葉だけでこんなに気分が変わるなんて。なんでもありません。その課長への報告を
任せてしまってごめんなさい。脅迫状の捜査だけど、何かプランはあるのかしら？いや、今のところは。ただ結局のところ、全てはインの狙いだと思う。それを探る糸口がないか、明日みんなで話したいかな。わかったわ。おかげで今夜はゆっくり休めそうな気がする。お互い頭をすっきりとさせてミーティングに臨みましょう。ああ、以上が今週の成果です。連中が投入してきた軍用犬がいささか厄介ですが、インドのさえいれば戦力面での不足は補えるのではないかと。わかりました。市内での体制はこのまま継続。あとはそうですね、アルタイル市に派遣した人員を半分ほど呼び戻してください。承知しました。それではザオ様、おやすみなさいませ。ええ、お疲れ様。困りましたね。長老方の助けを借りるのはさすがに後が怖いですし。やれやれ、インドのがもう少し協力的だと助かるんですが。契約分はきちんと働いているつもりだがな。おお、いらしてたんですか。いやはや失言でしたね。わざと聞かせたのだね。相変わらず食えない男だ。いやいや、あなたほどでは。ところで今宵はどのようなご用件で、軍用犬への対処をする気になっていただけましたか。あの程度、お前の部下どもで何とかできるだろう。私が相手をするのはガルシアをはじめとするルバーチェの主力のみ。そういう契約だったはずだ。やれやれ、釣れないですね。何やらアルカンシェルにこだわってらっしゃるようですが、ここの警察はなかなか優秀だ。こちらへの面倒ごとは困りますよ。心配は無用だ。それよりも特務支援課、どう感じた？要件というのは彼らについてでしたか。そうですね、興味深い若者たちでしたよ。特にリーダーらしきロイドさんがいいですね。自分の力不足を痛感しながらもひたむきに前に進もうとする。勘も悪くないようですし、なかなか好みのタイプです。お前の趣味は聞いていない。他のメンバーはどうだ？これがまたなかなか興味深い面々でして、マクダイル市長のお孫さん、相当な政治センスをお持ちのようで、参謀役と言ってもいいでしょう。エプスタイン財団の娘さん、魔道場そのものも興味深いですが、特殊な資質を持っているようです。そして赤毛の彼はこれは私の勘ですが、我々と似たような匂いがしますね。なるほど。しかしどうしてまた彼らに興味を？何？少々試したくなってな。この私の院の依頼を託すのにふさわしい相手であるのか。それはおかしいわ。今回一家が出てきたのはあくまで結果でしかない。リーシャさんが気を利かせて私たちに頼まなかったら表に出なかったわけなんだし。
確かに。となると一家の目を欺く陽動っていう線はないか。そもそも院の存在を知っている人間は誰なんだろう。そうね、雇い主であるヘイユエは当然として、やり合っているルバーチェと同行を追っている捜査一課、あとはルバーチェと関係のあるハルトマン議長も知っていそうね。ハルトマン議長って昨日も言っていた。ええ、帝国派のリーダーにして議会を牛耳っている大物政治家よ。多分ルバーチェ最大の後ろ盾と言ってもいい存在ね。ちなみにおじい様の改革案はほぼ全てこの人に潰されているわ。そうなのか。名前くらいしか知らなかったけど、そうなると院にとっては逆に敵対勢力になるってことか。ええ、関係は薄そうね。ティオ、ランディ、どうしたの？狐につままれた顔をして。いや、だってな。エリーさん、今日はすごく元気ですね。あ、うん、ごめんなさい、昨日はどうかしていたわ。でももう大丈夫、足手まといにはならないから。だからエリー、足手まといなんて言うなって。むしろ俺たちの方がいろいろ助けてもらってるんだからさ。今だってほら、エリーがいると推理もはかどって助かってるし。そうかしら。怪しい。怪しいです。ちょっと。そういや昨日の夜、屋上から話し声が聞こえたな。ひょっとして。なるほど、おめでとうございます、ロイドさん、エリーさん。いや、別にお祝いを言われるようなことはしてないぞ。そうよ、ただちょっといろいろ話したっていうだけで。なるほど、いろいろね。で、どこまで行ったんだ？ランディ！ちょっと、ティオちゃんもいるのに。どこまで行った？ああ、お付き合いの過程でいろいろな段階を踏むという。いやいや、ないから。ヒュー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 、いい加減にしなさい。はい。まったく、俺とエリーの関係を疑うなんて、そんなのありえないだろ。ん？そもそも釣り合わないっていうか、そんな雰囲気にならないっていうか。なあ、エリー。あれ？おいおい、踏みましたね。そうね、そうよね。ただお話ししてつまらない相談に乗ってもらっただけだものね。ええ、そんな甘い雰囲気には全くもってなりませんでしたとも。釣り合わないってのは、俺がエリーには似合わないって言ってるだけで。ギロ、すみません。まあなんだ、元気が出て何よりじゃねえか。安心しました。ひょっとして警察辞めてしまうんじゃないかって思ったので。ごめんね、心配かけて。将来どうするかはまだわからないけれど、今私がいるべき場所はここであるのは間違いないから。だからみんな、改めてよろしくお願いします。エリー、エリーさん。お嬢のツッコミがないとやっぱり閉まらねえもんな。ツッコませているのはあなたたちが原因でしょう。まあそれはともかく、捜査方針だけど結局どうしようかしら。そうだな、一家とは別のアプローチで院に迫るといっても、いろいろ切り口があるので逆に迷ってしまいますね。こうなったらあれだ、カルバードの東方人街に出張しに行くってのはどうだ。少しは院の手がかりもつかめるんじゃねえか。それは盲点だったな。でも外国に出張なんて、そんなの許されるのかしら。支援課の範疇から外れそうな気がするし。ティオ、どうしたの？警察のデータベースをもう少し漁ってみようかと。
一家の動向などもつかめるかもしれませんし、ただ昨夜調べたばかりなので追加情報はないかもしれませんが。そうか、ま、やらないよりマシか。あ、どうしたんだ。珍しいですね、動力メールが届いているみたいです。動力メール？確か文章だけの情報を端末に送るものだったかしら。はい、すごく便利なのに警察では使っている人がほとんどいないみたいで、キーボードが使える人がまだ少ないせいでしょうね。なるほど、確かに俺も使えないしな。それより誰からなんだ。今開いてみます。え、なんだ、一体誰から。何のいたずらだこりゃ。ティオちゃん、このメールはどこから。警察本部ではありません。わかりました、クロスベル国際銀行、通称 IBC です。どういうことだ。 IBC っていや、大陸中からミラをかき集めてる銀行だろう。なんでそんなところがこんないたずらを送ってくるんだ。私に聞かれても。でもこのメールは間違いなく IBC の端末から送られています。誰が送ったのかまでは分かりませんが。もしかしてインが IBC に潜入しているとか。正直ありえなくはないわね。それに IBC ビルには外部の会社もいくつか入っているわ。確かエプスタイン財団の事務所もあったんじゃないかしら。ええ、知り合いがそこで働いています。ですがどうやらこのメールは IBC のメイン端末から送信されているみたいですね。外部の会社が関わっている可能性は低いと思いますが。直接聞いてみるしかないか。なるべく一家には内密に捜査を進めたかったんだけど。さすがに身分を明かさないで聞いてみるのは難しそうだな。ま、余計な横槍が入る前に動いちまえばいいんじゃねえか。ひょっとしたら内密に調べさせてもらえるかも。どういうことですか。私の友人に IBC の関係者がいるのよ。その人のお父様に事情を話せば力になってくれるかもしれない。そうだったのか。おお、好都合じゃねえか。さすがお嬢、いろいろなコネを持ってるな。まあそれなりにね。でもとても忙しい方だからクロスベル市にいるかどうか。どんな立場の方なんですか。多分知ってると思うけど、ピーター・クロイスっていうの。え、あ、なんだ、有名人なのか。あ、うん、ある意味知名度で言うならイリアさん並みかもしれない。ピーター・クロイス、大陸有数の資産家にして国際経済の中心人物の一人、現 IBC 総裁ですね。おわ、銀行のトップかよ。もともと父の古い友人だったの。祖父とも昔から親交があって、それで仲良くさせてもらっていて、娘さんは私の幼馴染にあたるわね。そうだったのか。しかしそんな人だと不在だとしても仕方ないか。1年の半分くらいは外国を飛び回っているらしいから。でもダメで元々だわ。私の友人ならいるかもしれないし、尋ねるだけ尋ねてみましょう。ああ、そうしよう。しかしこれでなんとか捜査の目処がついたけど。メールの意図ですね。脅迫状もそうでしたが、どういうつもりなんでしょう。ま、せっかく向こうからわざわざ接触してきたんだ。ここはあえて乗ってみようぜ。そうね、行きましょう、 IBC ビルへ。
Thank you.
ー